さん、こんにちは、クラウティビーのセルシュンとカカとユキさんとイケツロとユナです。ピンポーン、やーということで、今回はマカルティビーメンバーといろんな方が来てくださいまして、久しぶりにこの大人数で撮影をしていきたいと思います。イエーイ。大丈夫、最近大丈夫、みんな楽しい？楽しいよ。いや何楽しいって楽しすぎいや、何してんのかなと思って。はい、ということで今回は何をするんですか、こちゃに。今日はみんなでジェスチャー伝言ゲームをやっていきたいと思います。おお。じゃあ行きますか。はい、じゃあ1回目の最初はゆなちゃんからやっていきます。ゆなちゃん、セリシュン、ヨキさん、カイが、で最後答えるのがイケツラです。任せろ。オッケー。みんなのね、心がつながってるから、うん、確かに。じゃあゆなちゃん以外の人は顔を隠してください、はい、手で。じゃあ上見ときます。見えてませんか、大丈夫ですか。セリシュン目開いてはい、じゃあ一つ目のお題です。あ、最初大事だからね、最初。 OK ですか。30秒計ります。いいですよね。いきます、よーい、スタート。わかんない、わかんない、待って、もう一回、他にない、それしかない。あ、でも終了です。はい、では次、ヨキさん。じゃあセリシュンさんの番です。よーい、スタート。まあ、なるほどね。おいよ。僕と伝わったで、多分。いや、それしかやらんやん。はい、終了です。俺は何かわからんかったけどね。嘘。じゃあ次、カイラくん、行きます。よーい、スタート。来い。なんそれ。おーい、なんだ。なんそれ。なんだ、マジで。わかるやん、これ。なんそれ。わかんない。終わったよ。時間です。はい、イケツバさん、よーい、スタート。結局分かったかも。分かったしかないんだよ。分かんない。でもそれで判断していいのかっていう。で、合ってるのかな。待って、それで分かんなくなったかも。これは何？時間でーす。バンバンやったから、僕も振り回しとこうと思って。何振り回したんだよ。彼が知ってるジェスチャーってそのまま伝えるんだよ。アレンジ加えちゃダメだよ。まあ加えたのは僕なんだけどね。はい。まあ大丈夫そうですか。では回答お願いします。回答はマリオです。正解です。すごいやん。やっぱあれ何しか書いてんの。スマブラの横 B。 これね、マントのやつね。そうちょっと待って、ユノのを見て。すごかったよ、最初。いきます。横の子。まあでもなんかもう一個やってって言った時、なんか意味わかんない顔してたからね。違う、こんなことやったもん。だってあー、じゃあジャンプね。次行きますか。では次2回戦に行きます。順番は、イケツバさん、ユナさん、セリシュンさん、ヨキさんで、回答がカイガくんです。よっしゃ、任せてください。お題はこちらです。あー、いいね、これね、得意よ。では行きます、スタート。そうなんだよね。こう。では行きますね。よーい、スタート。何それ。何待って。ああ。時間でーす。なんとなく。では次、ヨキさん。どうだろうかねー。なんか待って、ユナなんか乗っかってるけど、これポイント？うん、違う。いや、ポイントだなこれは。よーい、スタート。やっぱポイントや。まあでも、まあ、はいはい。時間です。いや、どっちかなんだよな。じゃあ、カイラくん目を開けてください。よーい、スタート。あ、これポイントだから。 OK。 喋っちゃダメだから、言葉だから。喋っちゃダメ、喋っちゃダメ。いけるでしょ。いや、まあ。では、カイガくん、回答お願いします。温泉。正解は、お風呂です。バッチだよ。お風呂に頭乗っけていくらくらいですか。逆にそれ違う、私からだよね。俺は、こうやって
こうやって流してたのこうやって、ああでどっちかだなっつって温泉になっちゃった。失敗だねこれ。失敗です。ニアピンニアピン。じゃあ3回戦に参ります。いや3回戦は絵画くんからいきます。絵画くん、池坪くん、ゆなちゃん、青春さん、怪盗よきさんです。 OK です。お題はこちらです。待て、難しいな難しいな。では池坪さん、よーい、いきますね。スタート。あー10秒です。わかった。はい、時間です。ゆなちゃん、目を開けてください。よーい、スタート。次はセリシュンさんに。よーい、スタート。どっちを指してんだろう。時間です。ヨキさん、よーい、スタート。は？時間です。何それ何それ。え、嘘、俺が絵画の見た時は二択だったんです。では回答お願いします。東進ハイスクール。んマニアックなとこ行くやん。いやもう分かんなくて、こんな先生は嫌だみたいな。え、何言った。これは学校です。あ、学校か。なるほどね。なんか、手挙げてる人いてみたいな。あ、そういうことね。手挙げてる人もいて、先生かと思った。まあ確かに。俺は学校難しくないですか。でもハイスクール入ってるんだよ。合格スクール入ってる。あ、確かに確かに確かに。英語にしたら合ってるってことで。いいんですかねこれは。いいんだよ。ゆるい。3問中2問正解ということで、じゃあ4回戦目いきます。最初よきさん、次海賀くん、池坪くん、ゆなちゃん、回答がセリシュンさんです。よっしゃ。お題はこちらです。はい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 。では絵画くん、よーい、スタート。うんうん。はい、時間です。 OK。 よっしゃよっしゃ。池坪さん、よーい、スタート。あいいね、わかったわ。うん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 。時間でーす。ゆなちゃん目開けてください。よーい、スタート。うまい。うまいうまいうまい。はい、時間でーす。では次、青春さんに。よーい、スタート。あははは。わかった。わかったけど、もう一回見たい。あれ、ヘンタおじさんいる？はい、そうですね。はい、セリシュンさん、回答をお願いします。回答は、スイカ割り。正解は、スイカ割りです。おぉー、素晴らしい。次がラストです。あの、すげーとか言わないようにしよう。何も言わないように。そうですね。では、最終問題は、セリシュンさんからいきます。で、ヨキさん、カイガくん、イケツバくん、最後、回答がユナちゃんです。オッケー。お題はこちらです。待って待って、むずい。ではゆきさん、よーい、スタート。なにそれ、なにそれ、全然わかんない、全然わからんわ。では次、海賀くん、よーい、スタート。
ゆなからさ、どんどん何だったか言ってみて。マジでわかんない。俺で、え、ダイヤいけそうなんだと思った。マジで何も思いつかなかった。絵画はお弁当におにぎり入れるのと、ギョキさんがこうやってやってたから料理するのかなって思ったから、お弁当、ギョキさんはユナ君がやったやつをそのままやった。僕もそのままやった。俺もそのままやった。ケン君じゃん、先輩。答え、答えがこちらです。ああ、YouTube のロゴね。そんなんもこうやってやっときゃいいやん、こうやって。ヒカキンさんになっちゃうから。確かにね。絵画からね、三角形がずれたの。ヨキさん、ちゃんとこうなったのに、絵画なんかこうなります。違う。そういうことか、俺普通にもうこんなになってで、いけそう、もうこうやっちゃったからさ。もうダメだ、終わった。そういうことね。いいやん、YouTube で。俺らって。俺らそういうこと。なるほどか。難しかった。難しい。YouTube って言われて、どうやってやればいいかわかんなかった。切る振りとか。確かに。確かに。なんかさ、俺ジェスチャーゲームするといつも怒られる。前も怒られたジェスチャーゲームで、ユナにめちゃめちゃ。正解は簡単だったね。めっちゃ分かりやすかった。はい、ってことで今やってみて5問中3問正解でした。3問イエーイ。いや、カイガとヨキさんとユナが正解だったよね。ちゃんと伝えれたってことだね。まあこんな感じでね、久しぶりにちょっとみんなの顔が見えたので、俺は嬉しいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。ってことで今回のズームの企画はこれで終わりたいと思います。いくよみんな、せーの、 See you later。 Later。 バイバイ。かわいいよ。よっしゃー。